高松城は完全に水上に孤立したようだ。この絶体絶命の状況で降伏しないとは奇妙だな。籠城戦によほど自信があるんじゃないか。例えば何かな。その城内に十分な蓄えがあるのかもしれない。ああ、兵糧が補給されているということか。時間素行軍が手を貸していればあり得るな。それにしてもなんだ。何、偽物君がちゃんと考える頭は持っていたようで安心しただけさ。なんでそういちいち喧嘩を売ってくるんだ。期待はするな。俺は俺の戦いをするだけだ。城内に時間素行軍の姿は、やはりこの城も介入を受けているのか。時間素行軍が籠城を支援しているのは確定だ。兵糧庫を調べろ。随分と兵糧には余裕があってしまう。だがあのまだまぶしい気配は。ああ、時間素行軍に守られているような。まずは指揮している奴を倒すぞ。兵糧から妙な気配が消えたな。これで難なく処分できるはずだ。さて、他にも兵糧がないか探すとしよう。偽物君、何をぼーっとしているのかな。いや、これで飢える人間が出るのかと少し考えてしまっただけだ。だとしてもそれが歴史のあるべき姿。俺たちが干渉すべきことではない。時間素行軍は倒した。兵糧を始末するぞ。何を言っているんだ。処分しようか。兵糧庫はこれで最後だ。しかし堂々と置いてあるものだな。ああ、命綱にしては適当な扱いだ。本当にこれで城主は降伏するのか。うまく隠したものだ。奥へ続いているな。行くぞ。お見事。行き止まり。今日は考えにくいな。辺りを調べるぞ。戦場の解析が完了しました。戦闘を再開します。悪いか、ここの兵糧も全て俺を写しと侮ったことを後悔させてやる。切る。
俺は偽物なんかじゃない。処分する。そうじゃないか。元祖皇軍が運び込んだ兵糧は始末した。これでこの城は落ちるだろうな。ああ、城主を説得する。もう降伏を受け入れるしかないはずだ。織田の降伏要求を受け入れろ。高松城の兵糧は俺たちが全て始末した。ソラ、任務が終わったぞ。どんなに強くなっても所詮は写しだ。隠しておいた兵糧までも我が命運はここに尽きたか。この地での調査はこれで完了だ。まあ、とても旧大天とは言えないな。偉そうにお前に言われることでは。おや、そうかな。俺は言いつけられた教えを守っているつもりだよ。ずっとお前と同じ部隊に配属されているのは偽物君の見張り役をしろという意味ではないのかな。どうせ俺は。信長様。嘘じゃ。天下不武の夢叶えるんじゃなかったのか。秀吉様、すぐに毛利と講和を。明智光秀を討つ皇軍路を整えましょう。勘兵衛、謀反人を裁き信長様の後を継ぐ天下人の座は目の前ではありませんか。ご運が開けましたな。ば、勘兵衛、お前何を。ためらうことはございません。信長様亡き後、天下の夢を誰が叶えられると。それは信長様の仇を取る。機内に引き返すぞ。秀吉様は天下人としてはまだ甘くていらっしゃる。いや、何を不損な、慎まねば。ああ、そうか。恐れることはないわけか。私の計略で導いて差し上げればいい。この胸の願いのままに。
教習調査への出陣を要請します。歴史修正主義者による類を見ない計画が始まっています。敵の目論みを調査し、時間素行軍の攻撃を阻止してください。待ってください。なぜ我々15振りが拒否権なんてあるのかな。印までつけられているのに。部隊まで強引に決められてるんだからな、うん、交渉の余地くらいあるだろう。切迫した状況のようだ。そうだな。聞かせてくれ。主の帰るこの本丸を守りたい。俺たちの願いを叶えられるか。はい、皆様の働き次第では。はい、分かった。本作戦参加しよう。